始まりました。大石加藤のラジオ番組カッコカリ。はい、さあというわけで、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。そしてはい、加藤仁一です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、みんな、あの、生放送でお届けしております。はい、今5人見てくれてますね。ありがとうございます。僕はこの5人のために一生懸命喋ろうと思います。これは何なんすか。僕あの YouTube ライブ自体、はい、あんまり慣れてないので、はい、5人っていうのはこれ通常あり得る数字なんですか。ただ僕天下の YouTube が、はい、そういうなんか おかしなことするはずないと思ってるんで、バグとかもねあるはずない。これ多分本当に5人ですね。マジで、マジです。これ5人しか見てません。今日は多分このスタジオにいる大人の数より相当少ないですけど、はい、だいたい10人ぐらい、まあ、ね、いてくれてますけど、リアルにこれ今6人になりましたね。あ、今6人だから、これで着実に。あ、そうですね。俺たちは1人ずつ増やしていきましょう。で、チャンネル登録数増やしていきましょう。今6人ですね。すごいですね。はい、いや、じゅんちゃんが絡む放送で6人なんて、あ、7人。ちょっとです。ちょっとずつ。ほら、早くも口コミで広まってるんですよ。嬉しいですね。どん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 口コミで。どんな番組なんでしょうか。後で調べたいと思いますけども、はい、この番組は2人でやっていた某レギュラー番組が終了し、路頭に迷っていた我々をポニーキャニオンさんがラジオ番組をやりませんかと提案してくれて始まった番組でございます。おー、なるほど。ポニーキャンさんに声かけていただきまして、あざす、今日のこの日が実現しております。はい、まあ、ラジオなので一応あのカメラ絵はなしということで、ね、音声のみでお届けしております。うん、まあ、あとはね、皆さんのコメントを流しながら、うん、ちょっといろいろと楽しくね、放送の方進めていきたいなというふうに思いますけども、はい、タイトルは大石加藤のラジオ番組カッコカリとなっておりますが、うん、今回好評だったらレギュラー化されるかもしれないのでおいおい考えていこうかなと思いますが、現在8人ということでですね、多分レギュラー最終回ですね。レギュラー化は多分厳しいんじゃないかな。無理ですね。8人しか見てないんで、採算取れないんで、最終回ですね、多分これ。これ人件費だけでもう精一杯ですね。うん、精一杯ですね。大赤字ですね。多分ポニキャンさんも、うん、我々2人に声かけたこと今後悔してますね。こいつら8人しか集まんねえのかって思われてますね。残念ながら。残念ですよね。はい、一生懸命やりましょう今日は。まあ、そうですね、一生懸命放送していきたいと思いますけども、はい、まあ、純ちゃんと僕はレギュラーを1年間まあ某、まあ、ニコニコ動画でね、そうですね、ニコニコやってましたね。公式の方でさせていただいてまして、うん、で、まあ、その番組が9月いっぱいで終わって、はい、この間1週間ちょい前ぐらいに打ち上げ王と題しまして、しましたね、その公式番組の、はい、冠をかぶりながらもニコ動で配信しないというね、そうですね、とんでもない放送をしましたけども、まあ、いろんなところで、うん、怒られた人いっぱいいたみたいですよ。いろんな人が怒られたみたいですよ。らしいですね、うん、らしいですけども、はい、あ、9人に増えました。ありがとうございます。すごい嬉しいですね、こうやって1人ずつ増えていくっていうのは。なんかあれ、これって例えばなんですけど、うん、4桁の数が出てるとかないですよね。いや、そんなポジティブな話ないです。今9000人見てるとかじゃないです。9人です今。そんなバグは僕知らないんで。あ、そっか、これ本当の数字ですね。 なるほど、はい、それかもしかしたら、うん、僕の視聴者さんいっぱいコメント今してくれてると思うんですけど、ね、うん、それが人と見なされていないかどっちですか。もしかしたら YouTube の機械がこいつらは人未満だっていう風に言われてるのかもしれないです。ロボットだと。ロボット、まあ、そうですね、生物として認められてないかもしれないですね。なるほど、はい、そんな YouTube でそんな高機能だったんですね。やっぱ天下の YouTube なんで。なるほど、シリコンバレーなんで。それは僕も勉強させていただきたいなと思いますけど。ありえますよ、うん。